僕は花屋に怒っています。吉祥寺の花屋、花心のさげさです。僕が怒っている花屋っていうのは、お祝い花でスタンド花を持って行ったのに、それを回収しない花屋に僕は怒っています。それはなぜかと言いますと、お花を注文してくださる方、その人がまだお金を払うのはいいんですけれども、それをいただいた方が、仮に花屋さんが回収来なかったとします。そうしましたら、ゴミ収集の、業者さんに頼んだりだとか、それこそ粗大ゴミで出さないといけないんです。まあ、燃えるゴミとかでもし捨てられるのであれば別に僕はいいかなって正直思っております。なのでね、アレンジカゴとかのいわゆるバスケットタイプ、あれとかだったらそれこそ、まあ、ペン立てとかちょっと小物入れたりだとか使えるんですけれども、スタンド花って使えないじゃないですか。で、その使えないそのスタンド花を置いといても、じゃあ処分しなきゃいけない。しかもね、花屋じゃないところは正直邪魔なのに回収しない花屋で、じゃあそれを粗大ごみで出せます。おそらく、まあ、500円はかかる。じゃあその粗大ごみってもう月に2回くらいしかできないから、じゃあ業者さんにお願いしますって、僕ちょっとまあ前業者さんにお願いしたことあるんですけど、まあただ1機だけ来てもらうだけでもやっぱり5000円とかかかりますし、まあ一気に頼むんだったらちょっと安くなると思うんで、まあ一つあたり、まあもしかしたら1000円2000円かもしれないんですけど、もらった側のいわゆる、まあ、開店祝いでとか誕生日とかでもらって、わー嬉しいっていう気持ちから、その回収でお金払うのってなったら最悪じゃないですか。むしろ送った側でもここデカデカと名札があるわけじゃないですか。そこの人の印象も悪くなる。なんか何々さんから送られてきたんだけれども、その花を回収するのにお金かかった、もちろんいただいてありがたい気持ちが強いんで言えないですよ。そういう、まあ、知らないところで印象が悪くなってしまうっていうのは僕良くないと思います。もしそれだったら、回収に行くんで、そのお願い、花を注文してくださった方の方に、お金を請求する。むしろ僕スタンド花いただいて、一応1万5000円からいただいてます。その1万5000円いただいてる理由っていうのは、正直お花だけで言ったら1万円でも8000円でもやろうと思えばできます。もう見栄えそこまで悪くなく、でも行くっていうその配送料、そして回収する値段も入れて僕1万5000円もらってるんですよ。それ当然だと思います。でもちろん近いところもあれば、片道30分、下手したら1時間かかるところもあります。でその行って帰ってくる、その手間も含めた金額で僕はいただいてます。なのでそれこそ2時間かかるとか、まあ行くだけで、まあ、回収しなければいいだろうって思ったところは正直お断りします。近くの花屋さん紹介したりだとか、まあそれか本当に僕に行ってほしいって、どうしても行ってほしいっていう場合は、プラス料金をいただいていきます。その人件費だったり、まあもしかしたら高速代がかかったら高速代とかもプラスでいただいてます。でもうその分かるんですよ、その花屋さんが回収に行かない、心理っていうのも、心理というか原因っていうのも、例えば片道10キロだったら、まあ大体1キロ3分くらいで行けるんで、30分かかります。往復で1時間かかります。まあちょっと回収のあれとかも入れると1時間半くらいかかります。そうすると、まあ単純にバイトの子に行ってもらって、時給1000円だとします。で、まあ1時間半だから1500円だとします。でそうすると1時間半かかります。たかが10キロくらいのあれなんですけど、まあやっぱりスタンドも回収すれば、スタンドそのまんままた使えるじゃん。僕も正直スタンドに関しては、とってもすごい汚れてる以外は、何回かは使います。でもまあそれを、スタンドの足を買うのいくらかかるかと言いますと、おそらく1500円くらい、花屋さんの仕入れ価格、これちょっと言っていいかどうか分かんないんですけど、どうせ花屋さんしか買わないから言いますけど、その落としっていうそのオアシスを入れるやつと含めて1500円だったら、行かなくてもいいじゃんっていうのが多分花屋さんの考えてることだと思います。でもおかしくないですか。そのもらった側の人にお金を払わせるって。で僕もやっぱりこう持ってって自分のお花は回収します。もちろん、いついつ取りに行きますんで、もし取りに来なかったら連絡くださいとか名刺も渡してます。でも、その時に実はこの前言われたんですよ。
もう一個あのスタンドバナーあるんですけど、それも一緒に回収してもらっていいですかって、あの僕基本断ってます。あのちょっとその他のお花屋さんのやつは申し訳ないですけど一緒に回収できません。その理由もあります。あの結構その他の花も回収してってって言って回収、まあ、しちゃうこともまあなきにしもなんですけど、まあその時必ず花屋さん来ないですよねって、必ず来ないって確認取ってますかって言って、でも来ないって言ったらちょっとそういう場合は回収してるんですけれども、だいたい僕も行った時それこそ大量にスタンド花がある時は、あの僕やっぱり電話来ます、あの回収お願いしますって、で行きました、で行ったんですけど僕のスタンド花がない、なんでないんだろう、そりゃお花屋さんが持ってったから、そのお花屋さん持ってく心理もわかります。ついでに何個か持ってってくださいって頼まれる時もあります。で僕はせっかくそれをまたそのね、花はおそらく使えないんですけど、まあスタンドの足使おうかな、正直僕使うやつほとんど綺麗なんで、あ綺麗だからまた使えるなって思って行ったら、しかもそういう時残ってるのってボロボロの足で、もう僕が処分しなきゃいけない、それこそお金を払って処分しなきゃいけない時が多いです。なので、その処分にお金がかかるのでちょっと断ってることが多いです。でもさらにそうやって他の人のを持ってっちゃったら僕と同じ思いする人がいるのかなと思って断ることが多いです。でもね、やっぱりせっかく来たんだから持ってってよって言われたら、まあ1回目は断りますけど2回言われたら大抵は持ってっちゃいます。けどやっぱりその持ってったことでお花屋さんがあれせっかく会社に来たのに、まあその僕のその状態になる方もいらっしゃれば、まあそうでない方も、あ持ってってもらってラッキーって思う方もいます。で、また回収、どんどん他のも回収しますよって言って、まあスタンドバナーよくスタンド出るから、そのスタンドバナー買う費用が省けてラッキーっていう花屋さんも、まあいろんな花屋さんがいますけれども、僕はもう基本は自分の、が持ってったところは、自分の 花屋自分の花屋が回収する、もうそれは花屋にとって当然だと思ってます。なので、持ってって回収はしないっていう花屋さん、ほんと絶対やめてください。もうこの動画見てね、自分当てはまるなと思った花屋さんやめてください。しかもね、なんか下手したら知ってる花屋かなって思ったんです。すごい札の作り方とかがまあなんか見覚えある作りだったんで、まあやっぱり同じような作り方してる花屋さんいっぱいあるんで、まあ断定はできないんですけど、あそこの花屋じゃないかなと思ってるんですけれども、本当に、この動画見たら、必ず自分で回収しましょう。で僕もまあ本当にね、その頼んでくださった方、いつもお世話になってる方だったので、ちょっとその場ではね、まあじゃあ一緒にじゃあ回収しますって言ってお金も取らずに回収させていただきました。しかし、基本やっぱり一気につけね500円、まあ500円でもすごい多分安いと思うんですけど、それくらいの金額を、まあ、基本は、いただいております。でね、そのお金をね誰に払わせるか、花屋さんが負担して、持って帰るのか、それとも、ちゃんと、お花を注文してくださった方に、僕それだったら全然いいと思います。でもお花をいただいた方に お金を請求するっていうのは、まあ、基本本当にやめてほしい。で僕も、まあ、頼んだ方とかも調べればあれですけど、僕がその方に電話することもちょっと気まずいんでできないです。でなので本当にね、このもう僕が本当に言いたいのはその花屋さんだけ、まあ、基本はやっぱり、ルールを守ってやってる花屋さんが多いと思います。なのでこの動画見なくていいんですけど、本当にもうこういうねちょっと間違ったやり方、もうそれが正しいと思ってる花屋さんをね改めて、直していただきたいと思います。まあこういう怒っている動画、まあたまにはね面白いなと思った方、グッドボタン、そして、まあこのね言ってること合ってる、じゃあ楽しい、もう次の動画も楽しみにしてくださるという方はね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日の動画以上になります。